米クラーク選手権6番畑中選手ですね。 VTR250 ですけども、すごい深いバンクですね。畑中選手相当練習を積んで参加しているんじゃないでしょうか。僕も関西パイロンで彼をよく見ることがありますけども、すごい勢いのある選手ですね。さあさあ、彼のターンのスピード見てください、みんなで。そして拍手してあげてくださいよ。さあ、そんなことを言ってる間に、香川選手、Z400 の、香川選手が最終セクションに入ってまいりました。Z400 の大きな車体でもタイトに回ってます。素晴らしいですね。さあ、最終セクションを開始。みんなの目が、攻略するのか。ちょっと車体が泳いだか。しかし最後の左回転で取り返しましょう。さあ、いい走りです。最後はゴールに向かって、タイムが2分4秒500です。さあ、 N クラス Z7 番大西学選手、125プロですね。コメントは頑張ってください。ぜひぜひ頑張ってください。今日は Z120 プロのポテンシャルを見せつけにやってまいりました。頑張って走ってください。さあ、それでルーツにゴール近づいてまいりました。タイムが1分58秒531。素晴らしいタイムです。